お疲れちゃんです。ロットです。皆さん新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。というわけでですね、今日も、いつも通りクララやっていくんですけど、今日はですねこちら 2.4LJ やっていきたいと思います。ちょっと前にですね、多分ゴレでやったのかな、はい、2.4 ゴレみたいなのをやって、それが結構好評だったので、まあ、それの LJ 版ということでね、なんか結構強かったんですよ、しかもそれが。まあ、なんで、まあ、ゴレより LJ の方がなんなら強いんじゃないかなということで、今日はね、すげえ自信があります。はい、勝っていきたいと思います。いや、マジシンプルに、マジ LJ がもう壊れてるんで、こいつが壊れてるんで、もう無限 LJ で攻めも防衛もね、なんとかやっていきましょうと。というわけで、いやー、もうね、あれですよ、2022年になっちまったのか。はい、時計経つのも早いですね、と。というわけで、ちょっと2022年はですね、なんかこう、ちょっと目標とかもなんか話しながらね、やっていこうかな。まあ、そんな具体的なのがあるわけではないんですけど、まあ、毎回言ってるんですけど、YouTube 毎日とこう、できるものならしたい。できるものならしたいんですけど、そう簡単にね、できないんですよね。うわ、めっちゃいい。ザッピーどっか行ってる。真ん中まで釣れると思ったら、思ったより早めに小屋が溶けて、釣れてないやつですね。そう、あの家の近畿としたいな。うん。よいしょ。さあ、内側に寄せて、トルネで、やばい待って、ああ、もう死んねん、死んねん、ダメだ。ああ。メンタル弱すぎ。あ、待って、最悪だ、トルネの位置が。雑魚すぎた。しかも豚来た。なんで、今の環境まさにくいないって。マジで。まあまあ、こういうこともありますよね。はい。気をつけていきましょうか。まあ、目標、ね、さっきもちょっと言ってましたけど、毎日そこできるものならしたい。多分、年にね、何日か僕休むんですよ。そう。休むというか、サボっちゃうんですよね。ため取りがね、できない体質なんですよ。まあ、言い訳でしかないんですけどね。なんで、まあ、今年は、毎日そこちょっと、本当に。1年間毎日ずっと出すってすごいですよ。なんか YouTuber だからもうさ、1000日ぐらいね、ずっと毎日投稿してましたけど、今日で毎日投稿終わりますみたいな、たまに見ますけど。いや、すごいっす。無理。え、ガンメタ？そうなんで、まあ、毎日投稿ね、できるものなら目指していきたいよなっていう思いがあります。できるものならね。さあ、エレジャイ最強です。結局、もうエレジャイで一生防衛して攻めます。よいしょ。さあ、ヤリゴブリンとかもちょっと嫌なんでね。で、マサネクにさ、あれ吸いたいんだけど、そう、ホバとかザッピとかいろいろいるんですよね。今回。よしよし。いや、いいんじゃない？いや、頑張れてはいるよ。結構頑張れって言う。いや、しかもこれエレジャイが入る。いや、この豚も入れれないっすね、僕。まあ、この言うのぐらいは適当で。低めに受けて、あ、竹が出た。竹がバグってるやつだ。これ、U のバグとかね、持ち越したみたいですけど、2022年まで。なくなるというか、修正はされるとは言われてるんでね。よいしょ。さあ、エリジャイ、ドスコイ、ドソク、ドスコイ、ドスコイ、ドスコイ。走れ、エリジャイ。もっと早く行こう。まあ、トルネードでエレジャイね、無理やり。おい、さあ。あ、待って、やばい！危ない。まあ、折れたらやばかったですね。はい。まあ、というわけで、まあ、ちょっと2022年もね、毎日ちょっと頑張っていきたいと思います。もうね。で、まあ、生放送とかも結構やりたいなと思ってるんですよ。去年よりは、まあ、数増やしたいなと思ってるんで、まあ、その辺もね。お楽しみにと。で、年末年始とか、年始今とかも生放送やりたいんですけど、ちょっと実家の方にね、岡山の方に、はい、帰省してて、結構1月半ばぐらいまでいるんで、なんで、まあ、ちょっと一旦お休みで、また2月頃にね、やります。今回ね、というか、結構なんか、きつめの生放送やりたいなと思ってるんですよ、僕。謎のなんかね、ストイック気質で、ストイックなのかド M なのかちょっと際どいところですけど、そう、結構苦しいやつをやりたいんですよね。なんか長時間ね、耐久配信とか、そうやりたいと考えてるんで。よいしょ。めっちゃ入る。え？折れるやん。そう、だからまあ他の人とかもね、結構いろんなね、配信者とか巻き込んで、まあできたらいいよなと思ってはいます。さあ、これさ、初めエリジャイでさ、超大ダメージ説ない。僕は気づきました。これだと相手施設がなくて、バルキリーとかコウモリとかでね、頑張ってくるんですよ。
まあ、あー、やりゴムの使い方うまっ。まあさよならしてあげて、まあバルキリー出てくるぐらいかな。施設は間に合ったところでみたいなのがありますね。うーげい。いやー、まあなんかネタデッキではあるものの壊れている、まあ、イレジエが壊れているだけっていう。さあオールブレイカーワンチャンいきますね。スピスピスピでいきましょうか。スピ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 、ういーナイス。でここ始めるじゃん。でも施設が来るので、まあ一旦ステイ、あ、一旦の134削りいきたいですね。134削れないんですよ、僕。弱点です。このデッキの大きな弱点で、アキンギドミスってるし、まあ、されたとてみたいなとこあるっすよね。うん。ワンチャンマジアチェキたらトルネしとくか、一応。よいしょ。さあ、おー、キング起動してくれた。自ら。いや、まあ、それはね、読めない。俺も読めない。で、これはね、できるだけこっから1コス出して、エリジャイ2、3周目ぐらい行きましょうか。よいしょ。やりゴブでね、あのボムとかを壊せると熱い。さあ、これなんなら右側のやりゴブリンがターンを落としてくれるっていう。いや、熱ーってか、エレジャイどう考えても、下方っすよね、これ。なんか、こいつだけカードの壊れ方が異常っすもんね。まあだから、いつ下方されるんだ ?12 月にバランス調整があったので、まあ3月ぐらいかに多分次環境変わると思うんですけど、まあ、確定ぐらいじゃないですか、まあ、エレジアイと、まあ、あとはなんだろうね、チャンピオンはもういじられないのかもしれない。そういうぶっ壊れ性能なのかもしれないけど、結構いじってほしいよね、このエレジアイくん。さあ、ということでね、今年はね、さっきも言ったんですけど、その生放送を増やしたいんですよ。で、まあ、クララの生放送も、もちろん増やすんですけど、ちょっとね、いろいろやっていこうかなと思ってて、そう。なんだろう、最近僕ハマってるのは、Apex ですね。Apex。まあ、なんか、FPS ゲームですね。とか、まあ、他にもなんかいろいろね、できたらな、と、そう思ってるんで。で、マジでね、下手なんですよね。そう。そこがね、ネックなとこなんですけど。なんか、いろんなゲーム上手くなりたいですね。一旦。一旦っておかしいけど。よいしょ。ザップが？え、ザップが来ない。なんだこれ。あ、ボムバルだ。さあ、樽雪ボムバルですね。はい。なので、まあ、ディガーを拾って、ここに雪玉が来ないで、と祈りながら、来た、痛い。さあ、バルーン、これさ、どうやって守ろうかな。キング起動した方がいいんですよ。間違いなく。じゃないと、これ、もうボムマスケで止まっちゃうんですよね。で、これ1周目、結局ボムタワー突破できないので、まあ、無理せずやっていこうかな。トルネでこいつだけ引っ張っちゃうか。うん。で、まあ何でも対応できるんですよね、相手は。で、タルババとかもあるんで、たまたまコウモリさ、残らねえか。あ、でかい。1体でかい。さあ、まあトルネは最後回転早いんで回るっていう。よいしょ。まあぶっちゃけ、どうなんだろうな。キング起動してんだよな、俺。いやー、これキング起動せずに守るのは多分ね、良くないんですよ。良くないんですよ。キング起動した方がいいです。しかも相手も回転早いんで、キング起動した方がいいんです。なんなら2周目、3周目がゴリゴリ来ちゃいいです。キング起動した方がいい。分かってるんですけど、この2戦側キング起動するともう負けになっちゃうんで、僕さすがに。よいしょ。コース、オッケー。いや、めっちゃいいよ、まあ、問題はこっからみたいなとこありますけど、さ、回転早いんだね。相手のバルーンってめっちゃ回転早いんですよ。まあ、それ以上にっていうか、それの何百倍も俺早いんでね。で、これなんかあれっすよね、この辺で止めてあげた方がいいみたいなやつですよ。で、エレジャイこれ2周目行きたいっすね。あ、だマスク出たのか。マスケ出たんなら一旦ステイでもいいか。一旦ケツでもいいですね。よいしょ。バルーンの爆破も痛いっすけどね。しょうがないっすよね。入っちゃうんすもん。さあ、次の2周目エレジャイワンチャン狙いたいけどな。マスケ引っこ抜きます。よいしょ。
っこ抜きます、引っこ抜きます、引っこ抜いて引っこ抜いて引っこ抜け引っこ抜き引っこ抜き、釣れてない、でかい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 、これマジででかい、これやばい、このボムで世界変わった、落ちます、落ちるっしょあれ、全然いけいけいけ、パンチ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 、オッケーオッケーオッケー、でかい、まあこれは奇跡みたいなとこありますけど、さあラッキーですね、ナイス、でかいでかいでかい、ちょっと新年一本目はね、ちょっと負けずにいきたいな、いや結構いいよ今、負けずにいけるぞ今日は、さあデストロイ、デストロイ、アイスピ、今のところミラーです、あー墓石ちゃんね、スピの墓石か、あれ結構レアですよね、いやマジでめっちゃレアじゃない、結構どころじゃないよ、いやスキラフリーズか、もう豚が来たっすね、いやこれさ金ギドしたいっすね、あでもこれ無理っす、フキアがマジで、フキアそう強くなりすぎん、ちょっと待って、俺今コウモリさ絶対勝てると思ったんだよね、いやでもこれ相手エレジャー受け結構きつそうだな、マジでね、思いません、エレジャー受けめっちゃきつそうなんですよ、いやだからエレジャーは通るのは絶対通るっすね、フキアギャングとかなんで、そうだけどその以前に、いやこれめっちゃいい虫っすね、うん、でもこれ今5コスのロフグなんですよ、めっちゃうまいロフグなんですよ、まあでも俺のことエリジェもね同じようにうまいと、ふうよしよしよし、言ったらこれでトントン、いやーキングちょっと削れすぎるの怖いな、豚がねこれメガナイトとかワンチャンいんのかなっていう思いもちょっとだけあるものの、まあさあロイホグ溶けねえな、なんかロイホグマジで溶けねえな、これ2800が来んだかな、まあどっちもどっちみたいなとこあるんですけど、うん、よしよしよし、いやそれでかい、それでかい、ゴールデン早めにね、ゴールデンもちょっと厄介ですからね、おおみんな同じサイド来るタイプね、いやこの吹き矢がさえぐいんだよね、鬼強でいきます、アイスピだけ、まあ飛べないんですよね、いやーこれは取るね、していい気がする、いやーなんかめっちゃちっこいのきた、でかいでかいでかい、これ勝ったっすね、これだってペッカとか今出てこない限りは勝ったっしょ、でしっかりね、うん2体目宝石壊れて、宝石壊れるの熱い、で問題はスケルトン部隊とかがちょっと厄介だったんでね、いやさすがに落ちるよ、やばいスケベやばいからね、処理して吹き矢もついでに処理、いやオッケーオッケーオッケー、いや神谷師匠神谷師匠多分小物しかおらん相手ね、まあ、俺の方が小物しかおらんないけどね、オッケー、いやいいよ、いやでもエレジャイ、エレジャイやべえなこれ、あのエレジャイって、まあ、言ったら施設に弱いんですよ、そのさっきとかボムとか今回墓石とか出てますけど、けどなんですよ、回転が速すぎるゆえに絶対施設がないターンを作れるんですよね僕が、まあ、だから絶対ダメージが通ると、まあ、4-0 か、動画内では動画内に多分 4-0 の動画外で、まあ、スケラとメガラム当たったのか、はい、いやーいいぞ、いけるぞ、さあよろしくね、これなんだろうな、このエレジャイの枠他だったら、いや3子とかだったらちょっと上のかな、まあ5ブジャイとか、まあ、1.95 ブジャイぐらいなんのかな、わかんないけど、めっちゃ高回転5ブジャイとか、まあペッカとかか、ペッカでも弱そうだな、下げます、透明なるんでね、透明時間稼ぎ、こうトルネードで耐えるの結構強いですよ、フリーズとかでもいいんですけど時間稼げばいいんで、うん、いやーこれ施設使ったサイクル結構熱いんだよな、ウッド使った、はい、これもう一回施設作んの、いやファイスピ飛ぶ、よしよしよし、いやファイスピ飛べ飛べ飛べ、たまに、いやーアチャクイ強、これアチャクイロイホグなのか、君は高回転アチャクイロイホグっぽいですよね、今端前行っても施設が来るんで、一旦ケツからのブータオーキング起動かな、
あ、どのサイズなんだろう。よいしょ、しかもこれエリージェがさ、めっちゃいい時間稼ぎしてる。豚のダメージ抑えてる。え、おじちゃん、ナイス。まあデリウッドオリアチャクいたかな。ライトニングとか欲しいよな。いやーこれめっちゃいい、おいしいっすね。でこんだけ強いのは2周目のねあれなんで、エレジャイなんでね。まあまあまあ、まあ、ここはしゃあなしか。いやーアチャクオリア強い。あ、え、アチャクオリアスキル無駄に使ってる。これや、端前説ある。いや端前説ねえか。まあでも、なんか生き得な気はしたけどな。いやしかも壊れるの熱っ。これさ、マッスルさ逆にやればよくない？いやだよね。よし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 。めっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい。でアーチャクイ邪魔だな、さっきから。でもこれやりゴブタワー殴る、タワー殴る。いやめっちゃうまいファイスピ相手。俺もやっぱ豚来ると結構ダメージ受けちゃうんだね。豚警戒、豚警戒。さあ下げながらちょっとダメージ抑えれるだけ抑えたい。でこれケツっす。あとはクイック削りよ。俺の嫌なのはね。いやうまいっすね。ちょっとよいしょ、耐えながらあれ壊して、多分2周目がどうせ回るんですよね。まあでも2周目が知らんよ。俺だって2周目回るしって一緒だろ。2周目には、2周目に関して一緒だろ。お、ファイスピクイク、あ、これ終わったっすね。相手は俺のこのコウモリが、コウモリ、コウモリ GG ゲーミング来た。あちゃくい、あちゃくい、こんにちは。無理やり、あ、オリか。オリ、オリ、オリ、オリ使ったんでしょ。オリ使ったなら、エリジェ。よし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 。オッケーオッケー。いや、これ止まらんでしょ。あちゃくいか。いらっしゃい。トレネ5周くらい回す、ワンちゃん。どうする俺。トレネ5周で行く？いや、オリが間に合わないと。オッケー。さあ、グッドゲームでございます。いやー、いいね。新年この、負けなしというのは非常にいいことでしょう。さあ、というわけで、今 2.4 レジャーやったんですけど、まあ今年もね、今まで通りゆるく、楽しくクラブラねやっていけたらいいかなと思ってますんで、まあ皆さんもね、はい、一緒にトロフィー、最多トロフィーね、更新目指すであったり、順位更新であったり、まあのんびりね、やるであったり、これからもね、クラブラやっていきましょう。では、お疲れちゃんです。またねー。